ケビン・マヌエル・ロドリゲスは、フランス・バイオンヌ出身のサッカー選手。ラージョ・バジェカーの所属。ポジションは DF。地元クラブでプレーを始め、2008年に、トゥールーズ FC のアカデミーに入団。2012年5月20日のリーグアン a c アジャクシオ戦で、トップチームデビュー。2014年7月30日、リーグ2のディジョン・フコニー席。2015年6月4日、 レアル・ソシエダに移籍。移籍初年度は B チームに登録され、1年半後の2017年1月29日、レアル・マドリード戦でトップチーム初出場。2017年3月1日、クラブとの契約を2020年まで延長した。9月17日のレアル・マドリード戦で移籍後初ゴールをマークしたが、オンゴールも健常し1から3で敗れた。 2017から18シーズンはリーグ戦20試合に出場したものの、以降は次第に出番が減少し、2019から20シーズンは CD、レガネスに、2020から21シーズンは SDA バルに、そして2021から22シーズンはラージョ・バジカーノにレンタル移籍をしている。自身はフランス生まれながら、両親がポルトガル人のためいずれかの代表を選ぶことができた。 当初はフランスの年代別代表に呼ばれていたが U-21 代表からポルトガルに変更した。2017年11月10日に開催されたサウジアラビア代表とのエキシビションマッチで A 代表初キャップ。ありがとうございます。